moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。7月23日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CDFM FM 宜野湾の電波をお借りして名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。今日もね、名古屋がね、まあ、むちゃくちゃ暑くてですね、もう靴の中もね、もうムレムレ、ね、靴脱いだ瞬間にね、この世のものと思えないぐらいのね、いい匂いがしました。滑り王子マスクマンでございます。はい、もう本当にこうね、体温以上の気温になるとですね、なんかもう本当に体がどうかなってしまうんじゃないかなと思いながらね、でもやっぱり適度にね、冷房というかね、冷房のある部屋に入って夜もね、エアコンをやっぱりつける時間を増やした方がいいなと思っている味噌煮込みスキーと、あ、間違えました、テーマの方ですね。はい実はですね、今日もう暑くてですね、もう何でしょう、途中で家帰ってきましたもう暑くていや本当ね、なんだろう、今日の暑さはちょっと死にそうな暑さっていうんでしょうか、うん、いやあれはたまらなかったなと思ったダンサーズでございます。まあ在宅ってことですね、うんうん、はい、別に遊んでたわけじゃないですね。遊んでないです、仕事はしてたのね。そうそう、はい、はい、そこをちょっとね、誤解しそうになるので気をつけてね、うん、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはバーベキュー。今夜のテーマはバーベキューです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギヌワンで検索してください。本日電話ゲストコーナーがあります、和歌山県田辺市で梅農家さんの、山森農園代表山森康弘さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイトFMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業、
コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。ツイキャスですね、はい、大城智也さん、ハートフルシンガー大城智也さん、こんばんは、ご無沙汰しておりますということで。ご無沙汰しております、お元気ですか？はい、ご無沙汰しております。本当にご無沙汰だよね。お元気ですよか、そして、沖縄大好きさん、こんばんは、名古屋。名古屋で、ジュンニーさんも、こん名古屋、こん名古屋、名古屋で、高坊さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。ツインクルちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。カープボーイさん、みそ煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ひげを剃っても役さんになってる、役さん、うん、皆さんこんばんは。ワン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 、今日は天気が崩れましたね。台風来ないらしいけど、やはり近くにあると影響はありますね、ということでね。ちょっと先島の方にね、台風が向かってて、ちょっと心配です。そしてペーターさん、こんばん、名古屋。名古屋。宵の口からは半額戦であります。はい、ああ、なるほど、スーパーの半額戦かな。うんうん、で、沖縄大好きさん、いい匂い、いい匂い、ああ、王子のことかな。あ、ね、しかも SE は叩かれる方ではなく、ふざけるなということで。そうなんですね。ああ、そういうことね。そうよ。はい、沖縄ラバー、ワッチーさん、キウナ名古屋の皆様、はじめまして。はじめまして。はい、はじめまして。よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。今夜はよろしくお願いいたします。ということで。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。あ、ということで、はい、あの、王子の美声を初めて聞いちゃうところなのね。おだまり。あれどう返事していいんでしょうかね。あら、固まらないで。で、実は名古屋生まれで沖縄ラバーのものです、ということで。あれ、うん、名古屋なんですかね。うん。うん、ね、今どちらなんでしょうかね。うん、はい、ジュニーさん、はい、東京生まれでいろいろあって名古屋住み、沖縄かすってもいません。かすらん。あ、沖縄好きですって言ってたのね、追記してますけどね。はい、ありがとうございます。沖縄好きの方もいいですよ、うん、いいですよ、うん、あの、全国ね、リスナーさんいろいろいらっしゃいますのでね、うん、はい、各地からおのおの、はい、ね、はい、じゃあ王子、メールお願いします。はい、メールご紹介します。はい、楽しい味噌煮込みさん、優しいダンサーさん、うん、滑りが素敵な王子さん、こんばんは。褒められてる、褒められてる。ラジオネーム王子ファンだって。あ、もうこれはですね、ラジオネーム王子ファンだ。そうなんですよ、それね、まあ、ファンじゃなくて不安ですよ、うん、不安、うん、そうそうそう、不安の方だ。あら、そうなの、もう王子不安でしょ、王子不安だ、不安なの、王子不安じゃないの。はい、そうなの。まあ最後にね、あの、ラジオネームご紹介しますけども、はい、テーマバーベキュー、はい、本土の方では川でバーベキューが多いことでしょう。沖縄は夏に海でバーベキューが普通で、晴れた日は太陽で照らされてキラキラと波が光る海は最高です。どんなに安い肉でもキラキラ光る海を眺めながら冷たい飲み物と肉があれば最高。昼前から準備に入り、夜9時までやるところがありますが、ラジオ沖縄のリスナー主催のは、そのリスナーさんの家の近くの海にステージを作り、ステージ
ショーをして昼から翌朝までしていました。夜通しなのね。夜通し。あら、これ大変ですね。夜はスピーカーからの音量でうるさいと近所からクレームがあったそうで警察に主催者は注意されていましたが、それは大変だ。ほとんどが酔っていたので、うん、また繰り返し、うん、あら、また怒られちゃうじゃん。全然響いてないです ね、 翌年は昼間に、女子リスナー3名で近所にうるさくなるのでと謝罪と飛び入り参加 OK のチラシを、配っていました。チラシ、うん、うるさくなるからお願いしますっていうようなことでしょうね。だけどうるさかったら怒られるよね。ここ10年は相方が夜勤になり海でバーベキューしてないな、久々にやりたいです。こっからがすごいよ、うん、王子2人でしませんか。あらもう王子そんなこと言われたらですね、このね、リスナーさんと一緒にですね、うん、あの王子のことを丸焦げにしてほしいもん、うん、ね、丸焦げにして王子が丸焦げだった。そう今日ちょっと焼いてもらいたいなみたいなね。王子で一皮むけてまたちょっといい色になっちゃうっていうね。王子滑ってます。滑ってる、うん、ね、でもね最後にね、はい、恋愛感情はなく面白そうで笑いが止まらない止まらないからですって。恋愛感情はなくてないの、朝切られてます。ないの、はい、うん、まあ、これはですね、まあ、皆様よくご存知の、美奈子さんからでございます。あーバラしてるで、カープボーイさん、王子バーベキューの香りの香水つけていろんな虫にたかられるといいよって。え、バーベキュー味の香水。あ、味ってかその匂いなんだね。でカポーさん続きで、はい、ラジオ沖縄のリスナーのやつをだってあれマネキンの首持ってってあそれでサッカーして子供泣かせるんでしょ。 あの人たちグロテスクだよねってもう誰か分かっちゃった。それクワガラさですね。それ大事の。あそれクワガラさですね。この前面白かったですね。なんかSNS で、うん、なんでしょうね、首はあの例のマネキンさんの首なんですけど、はい、胴体は砂で作ってあったっていう。あ、ね、あナイスバディに、ね、砂で作ってありました。ナイスバディが。そうそう、余談ですけどクワガラさんと私同じ年なんですよね。あ、そうですよね、同い年ですね。ということは王子もそうなのね。まあまあそうだろうね。はい、はい、これね、今ねツイキャスの、ね、コメントで、はい、高尾さんがね、はい、王子は肉を焼くより肌を焼く方が多いのではないでしょうか。それはちょっとやっぱりいい感じで焼けた方がね、うん、まあ、今こんがりしてるもんね、引き締まって見えるじゃないですか、うん、あ、それ狙ってるの、うん、そりゃそうですよ、ね、だけどシミになるかなみたいな、そこが心配。でも見えないよ黒いから。もうあ、はい、そういうことね。ということで、全部がシミですね。CM の後いいですか。はい、はい、ではCM の後は、山森さん登場です。はい、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート、体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、パップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。キウナゴヤ、
はい、電話ゲストコーナーです。本日は、和歌山県田辺市で梅農家をされています、山森農園の代表山森康弘さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まずは山森さん、自己紹介の方をお願いしてもよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。私はですね、紀州の南高梅の生産地でも有名であります和歌山県の田辺市というところでですね、梅農家と、梅干しの製造販売しております。いつもご紹介の時にはですね、皆さんに愛着を持っていただきたいというので、梅を愛してやまない梅農家というご紹介させていただいております。山森農園の山森康弘と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。実はFM 宜野湾で毎週金曜日、はい、夜9時から放送されている、ウィークリーコンビニラジオので、はい、はい、安さんが MC をされてるんですけども、はい、その番組をですね、はい、私もお聞きしておりまして、で山森さんが、はい、ご出演されてるということで、はい、安さんから、はい、絶大なご紹介の方をいただきまして。あ、そうだったんです。ありがとうございます。はい、はい、それで私山森さんの方にオファーの方をさせていただいたというところなんですけども。ありがとうございます。で、実はまあ一口に梅といってもいろんなものがあるかと思うんですけども、私ちょっと詳しくないので教えていただきたいんですけども、はい、梅には品種ってあるんですか？そうですね、和歌山の方ですと有名なのは紀州の南高梅っていう、はい、ものなんですけども、はい、実は結構全国にはいろいろあるんですね。それこそ、はい、沖縄の方とかですと、はい、お菓子とかでこう酸っぱいマンとかでこう梅干しってこうシワシワのものとかありますよね。 ありますね、はい、はい、ああいったものを一部生産されてたりとかですね、はい、あとは北の方に行くと長野県とか群馬県の方でも、はい、同じ梅っていう南高梅ではないんですけど別の品種で梅っていうのを育てて販売している方っていうのはいらっしゃいますね。あ、そうなんですか。そうすると、はい、やはりその南高梅っていうとやっぱり梅干しかなっていうのはあるんですけども、その、はい、品種によっても梅の用途が違うということですか？そうですね、和歌山の南高梅の一番の特徴は皮が薄くて肉厚っていうのがですね、はい、他の梅にはない特徴にはなってまして、はい、それぞれそうですね、例えば何ですかね、先ほどの沖縄の方とかですと、はい、梅の実がちっちゃいけどもこうカラカラにするとこうそんなに体積面積が変わらないとかですね、はい、あとはカリカリ梅とかは結構長野県とか北の方が生産が多いですね。あ、そうなんですね。はい、そういったのもその地域に適したものでっていうので、はい、いろいろな特徴があるっていうのが一つかなと思います。はい、で私もですね、まあ、梅って結構ですね、はい、不思議だなと思うのが、特に梅干しなんですけども、はい、保存方法を考えればすごい長期間にわたって保存できますよね。はい、あ、そうですね、今おっしゃっていただいたのがまさに私どもが昔から本当に先祖もう代々梅農家さんをやってる時から続けてる、もう塩だけで漬けてるっていうのが特徴なんですね。はい、今いろんな味付けとか食べやすかったりっていうものももちろんいろんな技術あるんですけども、はい、長期保存が効くものっていうのはもう本当ですね、塩の結晶出るぐらいキラキラっていうぐらいのですね、はい、天日でもう干した時だけの梅干しっていうのは実はもう3年以上はですね、はい、持つっていうので昔からの長期保存が効くお漬物っていうのが特徴にはなってます。最近本当よく塩がなんて言うんでしょうかね、吹いてきたっていうんですかね、ちょっと白っぽくなったような、はいはい、あったと思うんですけど、今本当にその結晶化された梅って、うん、スーパーで見ないですよね。そうですね、昔はそれこそ日本とかだと工場とかなんていうんですかね、本当に汗水流してお仕事される業種ってたくさんあったと思うんですけども、はい、まあ、それがだん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 と減ってきたというのだったり、昔それこそそういう現場の食堂にはもう
キラキラと結晶なるぐらいの梅干しがですね、はい、ご飯と一緒に出されて、皆さんそれで塩分補給して食べていたっていうので流通していたんですけども、はい、まあ、近年はやっぱりどうしてもこう塩分が気になる方とかですね、はい、そういった方も多くなってきたので、こうあのお店とかでお塩が本当に粉のように吹いているような結晶化したものっていうのは、なかなか見ないと思いますね。そうですよね。いや、はい、最近そういったものは見なくて、うん、まあはい、まあ、嫁の実家のお母さんがつけてくれたものが、はい、あのそういったものだなというのは、はい、まあ、私はよく見るんですけども、まあ、その梅なんですけども、はい、まあ、あの今ですね、隣の隣にいるあの MC のものがですね、はい、まあ、はい、梅を大好きでして、このありがとうございます。あの一頃はあの梅酒も作ってたっていうものに変わりますので、はい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 、山森さん、やすさんの番組でね、いろいろお聞きしまして、はい、初めてですけれども、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実は私もですね、家で南高梅ではなくてですね、本当に花を観賞する梅なんですけれども、うん、が家にありまして、ただそれもですね、はい、小さいながらも実をつけるんですけれども、はい、今年はちょっとですね、梅の実がつきが悪くてですね、はい、いつもこう数個実るんですけれども、今年はちょっと天候が大変で、はい、育てるというか、今年は大変だったんじゃないでしょうかね。そうですね、おっしゃる通りに、これは和歌山以外にも日本全国だったんですけども、梅をはじめ、もう果汁って呼ばれる木で実になる果物ですね、はい、こちらがもう全国的にですね、去年の冬が暖冬で、はい、で今年の春がですね、暖かくならなきゃいけないところが寒い風が吹いてとかでですね、実のなりが少なくなったっていうのが実は原因なんです。ああ、そうなんですね。はい。そうですね、山森さんのところの梅っていうのは、はい、収穫は結構完熟させてっていうのをお聞きしたんですけれども。ありがとうございます。はい。そうですね、はい、一般的に皆さん梅っていうイメージだと、うん、それこそお店で並んでるものっていうのは青い梅の状態の梅って皆さん連想されると思うんですけども、そうですね、梅酒用にっていう形でね、はい、青い梅だったりとか、ね、梅干しでもね、青い梅でつけるっていうイメージがありますよね、はい、そうですよね。実は私ももともと農業経験がなくですね、今いるところっていうのが、うん、母方のおじいちゃんおばあちゃんがもともと梅農家として開拓してくれたんですけども、うん、最初もう本当にドブの素人でですね、収穫するときに青い梅を取ると思ったんですけども、うん、ここの現地の皆さんのことわざっていうか言い方でですね、青い梅を、取ってる間は半人前って言葉があるんですね。あ、そうなんですか。はい。逆に言うとですね、完熟して木で熟して自然落下した梅っていうのはですね、梅干しでつけたりとか梅ジュースとか、うん、梅酒シロップとかつけても失敗することってほぼないんですね、実は。ああ、そうなんですね。よくね、梅干 し, し、はい、作るのに失敗したとかっていうのを聞いたりするんですけれども、ね、完熟梅ではそういうことが少ないんですか。そうなんです。よくお客様にですね、はい、関西圏中心で、まあ、祭事とか販売化していただくんですけども、うん、やっぱりこうプロは青い梅でもこんなふっくら梅つけられるんだねってよく言われるんですけども、ええ、お客様に、いや、使ってる梅の色が違うんですよっていうので、このお話ってよくさせていただくんですね。なるほど。はい、青い梅だともう硬いまんまで、うん、それこそしがしがになっちゃって、こうエキスできったのかよくわからないみたいな状態って皆さん、そうですよね、多いですよね。なんか梅酒を作ろうと思ってシワシワになって、はい、ね、なんかエキスどうなっちゃったんだろうっていう時あります。あります。ですね。はい。もう私たちはもう梅仕事って呼ばれるものはもうすべてですね、完熟した梅しか使ってないっていうのが、はい、もう昔から地元の方が代々やってるっていう風な梅仕事の手法になっています。そうなんですね。そうですね。はい、梅、庭の梅をですね、そのままにしておくと。はい、本当になんかすごく甘いフローラルというか、甘いこうなんていうんですね、はい、美味しそうな香りがするんですよね。はい、そうですね。
梅も皆さん漬物にすると野菜とかのイメージあるんですけども、はい、もともと木で実るものなので、うん、果物の仲間なんですね。ああ、なるほど。はい。で、ですね、梅には実は家系図っていうのがありまして、はい。あんずとすももが兄弟です。梅は三兄弟なんですね。なるほど。なるほど。はい、なので、皆さんなんかこう見たときに、はい、ちょっとなんか香りがスモモっぽいねとか見た目がアンズっぽいねってのは実はちゃんと兄弟だから血縁関係があるっていうのがちゃんと理にかなってるんですね。なるほど。なんかそう言われるとあの香りは納得できますね。そうですよね。ただこう漬物になった瞬間、梅干しになった瞬間、皆さんのこう脳がバグってですね、果物じゃなくてちょっと野菜じゃないかっていうふうになるっていうのが、ね、面白いところかなっていうふうに思いますね。そこが面白いですね。梅の変化と言いますかね。はい、そうですね。この山森さんのですね、梅ちょうどもうね、はい、梅のシーズンは過ぎたかと思うんですけれども、はい、梅のこの梅干しですとか商品をなんか、はい、買いたいなっていう時はどうしたらよろしいですか。ありがとうございます。はい、ですね、Google などの検索でですね、はい、和歌山山盛り農園と入れていただきますと、はい、梅干しだけを販売しているホームページのサイトが出てきますので、はい、そちらがですね、当農園のホームページになっております。で、また、はい、インスタグラムもやってまして、はい、インスタグラムで検索のところにですね、同じく和歌山山盛り農園か、はい、もしくはですね、梅を愛してやまない梅農家と入れていただけますと、はい、私どもの、インスタグラムからも同じくホームページに連携して、はい、商品などをご購入できるようにはなっています。はい。そうなんですね。私のですね、この番組ですね、もう一人ですね、はい、まあ、パーソナリティがいるんで、変わっても大丈夫でしょうかね。ああ、ぜひ、はい、大丈夫です。はい。はい、こんばんは、滑り王子と言います。はい、始めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トークはちゃんとしてるんですけども、はい、まあ、皆様からですね、ちょっとトークが滑ってるということを言われますので、いつの間にか滑り王子と言われてますけども、はい、お黙り、ね、なるほど、そうなんですね。真面目なお話でですね、はい、完熟の、梅なんですけども、これは本当にフルーツと同じような感覚で、生でも食べることができるんでしょうか。はい、もともと完熟した梅っていうのは青い梅は毒素を持ってますので、はい、生では食べないでくださいとご案内入れるんですけども、はい、例えばですけども、柿とかみかんとかバナナってですね、最初スタートって果物全部緑だと思うんですね。はい。で、最初って緑の状態って皆さん果物ってなかなか食べないと思うんですけども、はい、お日様の光に当たると黄色やオレンジや、いろんな太陽の光っていうんですかね、その色になると糖度が増して食べれるようにっていうのが果物のサインなんですけども、はい、梅も全く同じです。色が変わると、うん、はい、果物なので食べることができるんですけども、ただ果物の中で唯一持ってる梅のクエン酸っていうのがですね、酸っぱさっていうのがあるので、なかなか皆さんこう果物ってイメージがないっていうところは、そういうところもあるかもしれませんよね。あ、そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。はい、ね、一般的にあまりこう生で食べるっていうの聞いたことなかったもんですから、はい、うん、食べれるのかな、はい、どうなのかなっていうのをね、ちょっとお伺いしたかったんですけども、ね、はい、いいお話をしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、はい、王子の、まあ、これから本題なんですけども、はい、うん、本題なんですけども、はい、この、はい、ね、山森さんのホームページの中の写真ですね、はい、うん、山森さんを真ん中にして、女性陣がちゃんと写ってるじゃないですか、綺麗な方々が。あ、はいはい、それもね、王子それ見た時に、ね、梅干しの、はい、ね、酸っぱさの、ね、刺激じゃなくして、こう女性の、ね、はい、姿を見てね、なんかその刺激を受けちゃいましたよ。はい、あ、そうなんですね。うん、やっぱり、はい、どなたなのかなっていうのがすごく、ね、気になってしょうがなかったの。なるほど、はい、私の隣に写ってるのが妻でですね、両脇にいるのが当時ですね、学生さんで、収納体験をされた方々なんですけども、はい、その方々が両脇にいらっしゃる方になります。あ、そうですか。なんかですね、もうこのパラダイスの中でお仕事されてるんだなと思ってね、はい、王子も本当にね、そのお写真見ながらね、ドキドキしちゃいましたよ。はい、あ、そうですか、うん、
ありがとうございます。逆にすみません、ドキドキさせて、この時間にドキドキさせるの大変ですね。そういうのは必要ですから。そうですか。本当にね、あの梅干しの酸っぱさの、ね、刺激じゃなくしてね、あの女性の顔を見てね、刺激を受けちゃいました。おだまり、おだまり。ページのね、おだまり言われてますね。顔がとっても素敵ですよね。うん、そうなんですよ、ね。ありがとうございます。そう、満面の笑みでね、いい感じですね。はい。ありがとうございます。何ですか、はい、やめちゃう、そういう、今ね、ツイキャスでね、はい、ですね、そのヤスさんがね、はい、今ちょっとツイキャスで参加してくださってて、はい、ダンサーズさん、みそりさん、王子、山森さんをゲストにお迎えくださりありがとうございます、はい、ということで、はい、いや、ありがとうございますよ、ヤスさんのおかげでね、うん、こうやってご縁がつながりまして、これヤスさんからすごいコメントが来てますね。何、やめてーって。そうよ、だってあなた変なこと言うからよ。変なことじゃないでしょ。ホームページの内容をね、ご説明してね、うん、これだけもうパラダイスの中でお仕事されて。いや、パラダイスじゃないでしょ。それは余計なんだ。あ、そうなの、でも今わかりましたね、滑り王子さんが滑る理由が今よくわかりました。物の喋って3分ぐらいですけども、もう滑るにわかりましたね。え、それは滑りますね、これは。これ滑ってる、滑ってますね。これ自覚がない滑りですね。重症、自覚がないって。これはですね、俺はちょっと病院行っても治らないですね。これ天性のものかもしれないですね。これは大変です。ある意味でも天性ですね、確かに。いや、もっと生まれたもんです。これでも本当にね、はい、あのお写真を見た時にね、いい感じだなと思って、こういう、ね、中でお仕事されてて、皆さんね、あの元気よくね、はい、お仕事されてんだなっていうのが、ね、伝わりますので、うん、で今フォローしてもダメ。あの沖縄大好きさんから、山森農園さんインスタフォローしてたの忘れてましたって。ダメでしょ、忘れてちゃう。ありがとうございます。いえ、もう思い出していただいて、きっと、はい、あのヤスさんの番組の時にね、フォローして、はい、多分それを思い出したかなと思いますね。あ、はい、で、あのヤスさんから、山森さんの目は本当にめちゃくちゃ美味しいんですよということで、ありがとうございます、ね、ちょっと気になりますけれども、うん、気になりますけど、うん、もう梅は終わってましたね。梅の実も販売してたんですよね。そうですね、この梅はですね、毎年先行予約っていうのを取らさせていただいてまして、ですね、去年まで5月からだったんですけども、はい、今年からですね、新規のお客様があまりにもこう予約が取れないというお声を殺到いただきましてですね、あ、大人気ですね、4月から取らさせていただいたんですけども、はい、それでも今年も完売の結果をいただきましてですね、あ、素晴らしい。来年も一応予定ではまた4月頃、今ホームページの方はソールドアウトになっているんですけど、なってましたね、また、はい、はい、4月頃にですね、ご予約販売開始させていただく予定にはなっております。あ、なるほど、わかりました。山森さんのね、はい、ね、大切に育てた梅の実をね、気になる方は4月ぐらいにね、はい、予約していただければっていうことですね。あ、そうですね。で、もし梅はちょっと買えなかったけど梅干しがって気になる方はですね、はい、梅干しは通年いつでも買えますので。なるほど、はい、はい、気になる商品見ていただければと思います。はい、すごいですね、名前が完熟梅干し魔法の梅ってなってますね。はい、 ありがとうございます。はい、はい、そうなんです。実はこれですね、お客様の声から、生まれた名前でして、はい、まあ、うちの妻がですね、実は私も、まあ、農業経験者じゃなく始まったんですけども、うちの妻も実は農業経験なく結婚と同時に梅農家になってくれたんですが、まあ幼少から冷え性とお通じすごい悩んでたんですね。うん、で、何を試してもダメで、で梅農家になるともう嫌でも毎日の食卓梅が並びますので、なるほど、食べていくとですね、いつの間にか厚手の靴下冬履いてたのが枚数少なくなって、お通じもすごく良くなったっていうのをお客様にある人にお話ししたんですね。はい、そしたらですね、まあ、大阪の方だったんですけど、私もそれめちゃめちゃ悩んでるからちょっと試してみるわって言ってですね、お買い上げいただいたんです。で、次の日も私たちその催事2日目準備してたらですね、そのお客様がすごい勢いで走ってきたんですね。で、一瞬クレームだと思ってビクビクしてたんですけども、よくお話聞くとですね、はい、食べた
次の日の朝すごく快調だったっていうので、うん、これお兄ちゃんなんか商品名ついてるのって言われて、いや実はまだついてないんですって言ったら、はい、これ魔法みたいやから魔法みたいな名前つけてよっていうので実は魔法の梅っていうお名前をつけた、お客様の声からお名前がついたんですね。はい、そうなんです。もうすごくね、あのザ大阪のおばちゃんだったので、このおばちゃんの意は間違いないと思ったので、あの使わせていただきました。あの本人にももちろんご了承いただいたので受けさせていただくというのがですね、そうなんですね。そんなエピソードもあった、はい、あの、ね、魔法の梅だったんですね。なんか今いい感じ、はい、ちょっと、うん、あの王子浮かんじゃいましたね。何ですか魔法の梅、はい、こうまあ、別名ですね、うん、マジックプリンス、はい、こんなような別名も、余計なこと言わなくていいよ。おだまり、なんかちょっとそういうね、ことを感じていただきたいなと思って。おひきたりくん、もう一つ、うん、分かりますかね。あの王子さんは出たがりですね。ですね。一つ以上で終わらないと思いますね、これは。うん、あの最後に必ず余計なことを言って、あの、はい、締めるっていうね、なんかそのパターン。あのいいポジションで、これはですね、はい、決してそのね、しっかりした言葉でね、あの表現でお伝えしてるんですけども。ただ皆様がそう感じていただけないっていう、はい、もう終わりです、うん、もう終わりです。はい、ということでですね、山森さん大変失礼いたしました。はい、はい、いえいえ大丈夫ですよ。こういう男がですね、はい、余計なこと言ってますけど、いや梅は、はい、あのしっかりした梅をご販売されているということは我々十分理解しておりますので、はい、はい、ありがとうございます、はい、もう改めてですね、はい、山森さん、何かご連絡先等を教えていただけますでしょうか。はい、あ、はい、わかりました。まずは今日はこういった放送に出させていただきまして、ヤスさんもご紹介いただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。お問い合わせですけども、はい、ホームページの方ですね、はい、普段ですね、私たち農作業でなかなか日中お電話では出れませんので、はい、メールの方いただきますと助かります。はい、でメールの方はですね、はい、ホームページの下の方をスクロールしていただきますと、お問い合わせというのがあるんですけども、はい、和歌山山盛り農園と検索いただきまして、はい、画面スクロールして下トップページしていただきますと、お問い合わせというのがございます。こちらに、はい、お客様のですね、お名前や個人情報など入れていただいてですね、はい、ご質問などいただけましたら、場合によってはちょっとお日にちいただく場合もあるんですけども、必ずお返事させていただきますので、ぜひ何かご質問などありましたらこちらからお問い合わせいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今のツイキャスの方では、はい、山盛り農園さんのお問い合わせ先のリンクを貼らさせていただきましたので、はい、ありがとうございます。皆様よろしければこの、ホームページをご覧いただければと思います。はい、はい、和歌山山盛り農園さんで検索してください。はい、はい、山盛さんすいません、大変時間がオーバーしてしまいましたし、よく、いえいえこちらこそです。 ありがとうございます。逆にすいません、あの男の余計なトークで申し訳ございませんでした。本当よ。なんか喜んでもらえて、なんか王子も今日も良かったなと思いましたよ。おだまり、ぜひご機会あるときに今度は生でいじらせてください。あ、生でね。はい、生で会ったときにぜひ、私こういう方はどんどんいじりたいタイプなんで、ぜひですね。あ、そうなんですね。よろしければ送り込みますんで。和歌山県にですか。はい、それはですね、のしつけてお返しします。あら、そうなの。遠慮されましたよ。はい。すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日は、山盛農園の代表の山盛康弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、メールご紹介します。ちょっと待って、その前にね、うん、はい、なんか何マジックプリンスって何それ。じゃあ 今、 そうよ、ね、今山森さんの梅になんか変な名前つけようとしたでしょ。だから別名という感じ。いやいや、じゃあ聞いた、はい、ね、魔法の梅ですよ、うん、ね、魔法の梅、ちょっとこうね、ひとひねりしてですね、マジックプリンス別名
うん、なんかそんなあのネーミング面白いなと思って。ちょいちょい絡むね、そういう風にね、うん、ちょいちょいしかも出すよね、自分出してくるよ ね, ね。はい、じゃあメールどうぞ。はい、わかりました。はい、キューナガの皆さんこんばんは、ギークの9人のバーバーです。ありがとうございます。最高気温37度、うん、暑いよね。あー、岐阜も暑い、うん、今日の岐阜も暑かったです、はい。明日から雨の予報で少しは気温も下がりそうですよ。沖縄に住んでいた頃はビーチパーティーや子供の誕生日に友達を呼んで自宅の庭でバーベキューをすることが多かったのですが、岐阜に来てからはほとんどなくなりました。岐阜名古屋主催でバーベキューしてくれないかな、 iPhone から送信ということでございます。まあまあ、バーベキューというよりもですね、オフ会を検討したいなというところありますね、うんうんうん、そうですよね、はい、うん、はい、ありがとうございます、はい。ツイキャスでヤスさんが、うん、はい、土曜日に山森さんとインスタライブやりますということなんですけれども、はい、もう本当にヤスさん申し訳ありません。山森さんに謝っておいてください。なんか山森さんなんかすごいあの喜んでいただいたみたいで。いや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 、ないな。え、そうなの、うん、ね、こう生でいじりたいって、いじるとこないと思いますけども。だけどあれでも送り込みますよって言ったら、うん、のしつけて返すよって返されちゃったじゃん、うん、返品よ、返品、返品よ、返品なんだ、拒否ですよ、拒否、返品、あ、返品なのね、うん、はい、わかりました。じゃあメール読みますよ、はい、ゼニガタ警部さんからです。はい、バーベキューですが、30年前に鹿児島から夏休みで沖縄に帰省した後、友人10人でヤンバルの無人ビーチで、無人ビーチ、うん、無人ビーチかで、ビーチパーティーの際に肉、ウインナー、野菜、焼きそば用の麺類を入れてバーベキューして、みんなでお酒を飲みながら食べて、30年もの長い間バーベキューをやっていなかったので、今の会社を辞めた後は友達と一緒にビーチパーティーでバーベキューしたいですということです。うんうん、あ、いいね、あれしばらくやってないんですかね、ジェニガタさんはね、ねえ、うん、ってことだね、ねえ、なんかいろいろバーベキューってありそうなんですけどね。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてですね、はい、あら、またまたこれいい感じですね、はい、滑りを知らない王子だよ、ダンサーさん、味噌煮込みさん、こんばん、名古屋、名古屋、まあ、ラジオネームは後から言います。はい、はい、バーベキュー味とかいろんな食品に登場しますが、はい、そんなに食べられないってことはないんですよね。あー、こうバーベキュー味ってことですね、もう牛丼屋にあるバーベキュー味のタレ、あ、そうなんだ、バーベキュー味のタレっていうのがあるんだ、スポーツ後に食べに行くときは牛肉の上に追いタレをして味を濃くしています。塩分が抜けているので、濃いめを欲するのですよね。あ、皆さんはバーベキュー味のタレを普段はかけないおかずにかけたりしますか、ということでございます。あれ、ともそんなバーベキュー味のタレってあるんですか。 あります、あります。 A1 ソースとかね。あ、はい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 、あ、バーベキューソースってありますよ、ありますか、普通に、はいはいはい、うん、あれ何でしたっけ、吉田、あ、吉田のありますね、うん、まあまあね、そういろいろそういうバーベキュー味ってありますよ、うん、あ、うん、そうなんです ね、はい、高尾さんが気になる返品王子っていうのがどうしても気になって返品王子ね、は返品王子がなんか気になるし、ね、ペーターさんの生でいじるなんかの汁が出てきそうっていうのもなんか気になっちゃうな。なんかリアすごい生々しいですねねえ、本当ですよ。それはもしかしたら王子の冷や汗とかそういう感じ。冷や汗、冷や汗、いや、冷や汗って、あのね、すいません、冷や汗ね、そうですよ、もう顔の両サイドで冷や汗で出っぱなしでしたよ、私たち。ああ、そうなの、もう何を言い出すかと思ってね。その冷や汗で思い出したんですけども、はい、滑りナイトを近日中にやる予定しております。はい、はい、すいません、名古屋栄養コーナーで報告するんじゃないんですか。あ、そうですね、じゃあ、はい、名古屋栄養ですね。あ、はい、それの前に一言、はい、今の、ね、メールはね、はい、沖縄大好きさんです。はい、あ、はいはいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ名古屋栄養コーナーいきますよ、はい、名古屋は栄養コーナーです。はい、そのですね、はい、滑りナイト、
はい、ね、うん、ちょうどですね、今あのメールをいただきましたし、ツイキャスにも出ていただいてます、はい、沖縄大好きさんが、はい、チャレンジャーとして、はい、チャレンジャーとして、はい、うん、はい、あの出場していただきます、はい、で、まあ、あの近日中にする予定なんですけども、まあですね、あの、まあ、僕何回もこれ何回かこの滑りナイトやってるんですけども、うん、はい、何でしょうね、あの出場される方のやはり意気込みというのか考え方というのか、うん、はい、ですっごく内容が変わってくるかなというふうに思ってるんですね、うん、で、まあ、沖縄大好きさん、あの以前あのゲストで出て、ね、出演いただいたことあるんですけども、はい、まあ、その感じから言うとですね、この男をいじっていじっていじりまくるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。どうぞあのいじっていただきたいなと思いますね。その、いじりどころをね、うん、あの王子ちょっと聞いてみたいもんね。うん、ね、どこがいじる部分なのみたいなね。うん。うん、でいつもね、あの、うん、このゲストの方とかですね、うん、で滑りナイトの時はですね、はい、やっぱりあのいつものごとくね、あの、はい、きっちりかっちりのねお話が多いですからね。いやいやいや、違う。え？違うの？違う。それ皆様のちょっと聞き間違いってことない？本当にあの鈴木雅之の歌そのものです違う、うん、はい、ああ、そういうことね、はい、ああそうなんだ、うーん、でも大丈夫、あのどんどんチャレンジしてくださいね、はい、はい、ということで名古屋栄養コーナー、はい、なんかずいぶん短くなっちゃいましたけど、うん、告知でございました、王子が選んこと言うから、はい、はい、名古屋栄養って全然良くない感じだけど大丈夫です、はい、はい、でしたでした。キウナ名古なんか今日は全然旧シート通りになってません。うん。うん、でもメールいきますよ。はい、はい、メールいきますよ。はい、はい、どうぞ。はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ますダンサーズさん、みそさん、王子、こんばん名古屋。名古屋。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。テーマバーベキュー。沖縄ではビーチパーティー。思い出を挙げますと、専門学校の頃に週末クラスのみんなとバーベキューパーティー、この日誕生日を迎えたクラスメートにビールかけならぬ炭酸かけ、うん、あら、あ、そうかそうか、未成年だからってことか、うん、はい、バーベキューではお肉や野菜、焼きそばなどたくさんありますが、焼きそばは特に好きです。みんなで食べたり飲んだり、ビーチの砂浜で相撲を取ったりしました。あとバーベキューエピソードで挙げると、ライブハウスサウンドグッドの店長ケン兄さんの主催で行われたバーベキューパーティー、今からおよそ5年前ケン兄さんがサウンドグッドの店舗の開業記念として開催。ケン兄さんが以前勤めたライブバームーンチャイルドというお店のお客さんや、ケン兄さんとライブで活動しているライブメンバーなどが参加、一緒にご飯食べたりビーチでバレーしたりと楽しく過ごしました。そして同日、沖縄市のあるイベントでケンニーさんが当時プロデュースしていたアニマルちゃんという子供向けソングを中心に歌い踊るユニットが夏祭りに参加するということで、バーベキューの後すぐに移動してステージも見に行きましたよということです。うん、うん、楽しそう、うん、そうですね、ね、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ダンサーさん、みそ煮込みすきさん、あら、また今回もいいじゃないですか、マスクマンさん、これ単品ですよ、うん、滑り用紙ついてませんからね、マスクマンさん、こんばんは、ありがとうございます、はい、おばあからもらったプライベートジェットです、ありがとうございます。最近はしていませんが、何度か河原でバーベキューをしたことがありますが、空気も美味しく最高でした。バーベキューの道具を自前で揃えるのが大変なので最近はやっていませんが、今時は道具も一式貸してくれるバーベキュー場もあるようなので、久しぶりに行ってみたいですね。焚き火で焼く大きなマシュマロ美味しいですよね。皆様は焼きマシュマロ、好きですか、ということでございます。
焼きマシュマロいいですね、うん、好きですよ。焼いてるところ見るのは好きなんですけどね、うん、食べることしないですね。あ、甘いものあまり好きじゃないですか。こう、ね、焼いてる感じが好きなんですけどね、うんうん、それを焼いて満足。そうなんです。それを食べるかというとね、なんかちょっと焼きマシュマロはね、うん、いいですよ。バーベキューの後の焼きマシュマロいいですね、はいはい、なんかお好きな方いらっしゃいますね、やっぱり好きですね、あのなんともちょっとね、お砂糖がほげた感じが好きですね、まあ、そういう焼けたやつ、あの綺麗なお姉さんにこれあーんってしてあげたいなっていう、そういう気持ちありますね。あ、それ焼いてあげる。地獄を見るわよ。焼いてあげて、焼いてあげて、焼いてあげて、あーんって、あーんってして自分は食べないのね。そうです。それセクハラ。それセクハラかな。ヤスさんのこのね、セリフのやついいですよね。とってもなんか親切だしてね、ことをね、あのしてあげたのにと思うんですけど、うん、違うんですね。それセクハラです。あれ、高保さんが申し訳ないけどさっきのメール私のではって。そうなの。そうだって、沖縄大好きさんのメール私読んだもの。王子、王子、あれ沖縄大好きさんのメール、それ多分間違えてるのかな。おだまり。これ高保さんでしたね。反省会です。それは申し訳ございません。はいはい、高保さんからレッドカード出ました。反省会です。はい。あのさ、今夜はね、レッドカードですよ。これです。じゃあ、レッドカードですか。はい。退場。あ、マイク切りました。はい、はい。ということで高保さん申し訳ありません。はい、ちょっとしばらく。ちょっとしばらく王子の声は出ません。いやもう本当にね、はい、反省会、はい、うんですね。あ、でも高本さん一応ね22時50分王子イエローカードになってますけれども、はい、もうでもダメです。一発レッドです。一発レッドです、はい、ということで、はい、今声は出てません。声聞こえてないよねみんなね。なんか遠くで聞こえるかもしれない、はい、遠くで聞こえてるかもしれない。私のマイクを拾ってね、ラジオネームを書いてくれ。ラジオネームなかったの。ないはい、高保さん応じないで大丈夫ですよっていうことで、はい、ジュニーさんも反省会反省会って、はい、でペーターさんが親切に焼き入れて、これマシュマロだね、うん、なんか焼き入れって言うとまたちょっと違う感じみたいですね。ジュニーさんの反省会延長が、延長はねちょっときついと思いますよね。ちょっときついですね、ね、え、ほんとそうなんですよ。今日ね名古屋栄養コーナーもバーベキューの話しようとしたんですけれども、はい、なんか王子がなんかね変なこと言ってて、まだ入ってない。あ、ちょっとマイク上げてくださいか。あ、いい、はい、いいですよ、はい、はい、だいぶ長いこと入ってなかったよね声がね。いやだって本当はだってレッドカードだもん。レッドカード、あのね、こう高保さんのはですね、うん、あのラジオネームがなかったので、はい、うん、ちょっとね、お間違いしてしまいました。もう失礼いたしました、うん、でその間長かったよね、あの声がね入ってないのがね、うんうんうん、いろんなこと言ってたんだけど、うんうん、聞こえてないよね、うん、聞こえてない。あ、でもね、あのペーターさんが、はい、滑りな遠吠えが聞こえるって言ってたからちょっと聞こえたみたいですよ。あー、うん、誰かのマイクをね、かっさらおうと思ったんですけどね、うん、なかなか声が。でも、ジュニーさんがね、斬新なラジオ、声聞こえないです。確かにそうですよね。ラジオで声聞けなかったら結構、ね、致命的ですよね。致命的ですよね。はい。はい、そうだよね。ね。もうね、ということで反省会決定ですね、王子ね。はい、ということで、はい、残りです。はい、エンディングでございますんで。はい、じゃあエンディングいきましょうか。はい、はい、エンディングです。はい、来週のテーマは値引きディスカウント。来週のテーマは値引きディスカウントです。スーパーで値引きシールが貼られている状態を遠くから見てるお店の方と値引き交渉は常にやってるなどなど、値引きエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は
税理士法人ベスタックス個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。ペーターさん、来週のテーマだったのか値引きって。そうだね、そうだね、はい。あの皆さん最近ですね、はい、何ラジオネームをね、うん、書いていただけないことが多いものですから、はい、書いてください。王子もね、たまにこうこんがらかって間違っちゃうことがありますんで今日は大変失礼いたしました。高尾さん、なんかね、たまに美奈子さんも変わったラジオネームになってるし、うん、変化してます、ね、変化してますからね、はい、いろいろびっくりしちゃいますけども、来週も聞いてください。閉店ガラガラ。 あら落ちてた、ツイケさん。ああ、はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。落ちてた、うん、あれ